オーストラリアは中国に対する方針を大きく転換し、原子力潜水艦の導入から新たにフリゲート艦へと焦点を移しています。この中で日本のもが身型護衛艦が候補として急浮上しているとの情報がキャッチしました。今回は高い建造能力を誇る日本のもが身型の導入について詳しく掘り下げます。ちなみに、オーストラリアが以前フランスと契約していた場合、日本の総流型潜水艦を選んでいたかもしれませんが、その計画は変更されました。2021年9月にオーストラリア、A、イギリス、UK、アメリカ、US という3カ国による新たな軍事同盟の締結は電撃的に発表され、それぞれの国の頭文字を入れたその軍事同盟の名称はオーカスとなることが明かされた。それまでもオーストラリアにとってはイギリスはかつての宗主国であり、アメリカは広い意味で太平洋において軍事的な連携を続けてきた歴史はあるが、再びアングロサクソン系国家の協力関係の強化が鮮明となった。これまで第二次世界大戦後のオーストラリアといえば近隣の国家として多少なりとも軍事的な緊張関係にあったことがあるのはインドネシアに対するものくらいで、深刻な脅威とまでの認識は薄かったと思える。そもそも国家としてのオーストラリアの歴史を見た場合、実際に艦下を交えた鉄国といえば太平洋戦争時の非凡くらいのもので、その南半球に位置する国家としての地理的な環境から、以後は強力な外敵の存在は意識していなかったとすら言えよう。2024年現在のオーストラリアは、2022年5月に実施された同国下院の総選挙で現職であったモリソン政権の与党保守連合をアルバニージー氏の労働党が破って政権を奪取、政治的には大きな変革を迎えた。それでも前モリソン政権が敷いたオーカス等の新たな軍事的な施策は継続され、主として南シナ海で覇権の拡大行為を止めない中国に対し、これまでにない軍事面での危機感を募らせていることには変わりがない。前モリソン政権が敷いたオーカスという新たな軍事同盟の最大のポイントは、これまでコリンズ級という6隻の通常動力型の攻撃型潜水艦しか保有していなかったオーストラリアにとって、攻撃型の原子力潜水艦の導入という点だった。オーストラリアは、フランスと契約の上で進めていた新規で、通常動力型潜水艦のアタック級潜水艦6隻を調達するという契約を破棄し、オーカスの締結を機に、一気に攻撃型の原子力潜水艦の導入へと、それまでの方針を180度転換させた。まず、オーストラリアは、北部の港湾施設の整備を進め、そこに、アメリカ海軍やイギリス海軍の攻撃型の原子力潜水艦を寄港させることから始め、次に、アメリカから最小で3隻、最大で5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達するとしている。そして、最終的には、イギリス海軍が自国で運用中のアスチュート級攻撃型原子力潜水艦の代替艦とするものをオーカス級とし、これをオーストラリア国内でも建造まで行う方式で調達するという道筋を表明している。オーカス級については、今からの設計、建造となるため、その兵装等の仕様は不明ではあるが、少なくとも、バージニア級は 533mm 魚雷発射艦4門に加え、12セルのトマホーク巡航ミサイルの専用の VLS 垂直発射艦を装備している。このトマホーク巡航ミサイルの搭載によって、オーストラリア海軍は、南シナ海に、このバージニア級を送り込めば、強力な対地攻撃能力を発揮させることが可能となり、南シナ海を手中に収めんとする中国海軍への大きな抑止力となるだろう。こうした攻撃型原子力潜水艦の調達という、大きな方針変換を遂げたオーストラリアだが、現職のアルバニージー政権は、さらなる自国海軍戦力に関する整備計画を、この2024年2月に明かし、その内容が、世界で注目を集めている。そこで言及されたオーストラリア海軍の戦力に関する整備計画には、
大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦の調達を、大きな柱として挙げており、特に、後者が日本にも関係している。というのもここで言及された汎用的なフリゲート艦の調達内容について、ドイツのブローム・ウント・フォス社製の MEKO-A200 型、スペインのナバンティア社製の ALFA-3000、日本の三菱重工業社製のモガミ型、韓国の大宇造船海洋社製の耐久級が候補に挙げられたためだ。オーストラリアでは、現アルバニージー政権が、昨年2023年4月に、自国の防衛戦略を改めて確認した結果、昨今最大の仮想敵国となった中国軍を念頭に、その長距離打撃兵器の配備数の著しい増加が最大の脅威だと認識するに至っている。最大の仮想敵国となった中国軍の長距離打撃兵器の増加によって、これまでオーストラリアが享受できていた地理的な距離の優位性が低下したと見ており、敵は直接的な自国への上陸を行わずとも、軍事的な強制力を発揮し得ると判断しているようだ。こうした自国の防衛戦略を改めて確認した結果を反映し、オーストラリアでは今後削減するべき戦力と、逆に強化する戦力とを明確にし、保有、運用する軍事力をそれに照らした形に適合させるべく、再編なりを進める方針である。具体的には、削減すべき戦力の例として、陸軍で進められていた次期歩兵戦闘車の調達数の下方修正、新設する予定であった砲兵連隊の取り消し等が決められ、まさに、敵の直接的な自国への上陸を対象とした分野が対象に挙げられている。逆に、M142 高機動ロケット砲システム、通称、ハイマースなどを含む、海上の敵艦艇を攻撃することが可能な長距離打撃兵器の早期の調達や、その数量の増加、また、F35 ライトニング 2A 型や F/A-18 スーパーホーネット等の戦闘機への長距離ミサイル、JSM の統合を打ち出している。こうした強化する戦力の中に、前述した大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式と、汎用的なフリゲート艦は含まれており、前者を6隻、後者を11隻調達するという、具体的な数値も示唆されている。このうちの大型の無人艦艇、ケースに応じて、有人対応も可能な形式については、具体的な兵装として、32セル分の VLS 垂直発射艦を完備するものとなっており、アメリカ海軍が、開発中の同様との艦艇を想定しているとめされている。そして、汎用的なフリゲート艦には、これも前述したように、ドイツの MEKO-A200 型、スペインの ALFA-3000、日本のノモガミ型、韓国の耐久級が、具体的な検討対象として表記されているため、日本でも非常に注目を集めている形だ。ドイツの MEKO-A200 型は南アフリカ共和国海軍もバラー級として採用されている艦艇で、同艦は満載排水量3590トン、全長 121.0m、全幅 16.34m の艦隊にコダグワールプ方式の機関部を搭載、最大速度28ノットを誇り、主兵装には32セルの VLS を備える。スペインの ALFA-3000 は、サウジアラビア海軍でも、アルリヤド級として採用されている艦艇で、同艦は、満載排水量4650トン、全長 133.0m、全幅 17.0m の艦隊に、CODAD 方式の機関部を搭載、最大速度25ノットを誇り、主兵装には、16セルの VLS を備える。日本のモガミ型護衛艦は、現時点での海上自衛隊の最新の水上戦闘艦であり、同艦は、満載排水量5500トン、全長 133.0m、全幅 16.3m の艦隊に、コダグ方式の機関部を搭載、最大速度30ノットを誇り、主兵装には、16セルの VLS を備える。韓国の耐久級は、韓国海軍では、2018年から就役を始めた新鋭艦であり、同艦は満載排水量3592トン、全長 122.0m、全幅 14.0m の艦隊に、コッドログ方式の機関部を搭載、
最大速度30ノットを誇り、主兵装には16セルの VLS を備える。ここに列挙した仕様だけを比較すれば、日本のもが、身型護衛艦が最も大型ではあるが、兵装面では、VLS、垂直発射艦は16セルと控えめであるため、長距離打撃兵器の数を増加させることを表明しているオーストラリアにとっては、同32セルに増強されると言われる時期 FFM の方が向いている可能性もありそうだ。日本の F3 戦闘機開発に新しい動きがあったようです。ロンドン日本部を設立することで調整しているということです。今回はロンドン本部設立によって加速する次期戦闘機開発について見ていきましょう。産油国サウジアラビアが参加を猛烈にアピールしている中、スウェーデンが参加という情報もあるようですよ。 F35 戦闘機の開発のようになってきているように感じますが、果たして戦闘機の開発に意味があるのか、今後が見えてきません。新進 X2 戦闘機でドローンを AI 操作する方がいいのではという気がするので、新進の量産化を検討する時ではないかという意見もあるようです。日本がイギリスとイタリアとの3カ国で次世代戦闘機の開発を進めると公表したのは2022年12月初旬でした。その後2023年9月末まででおよそ10ヶ月経過しようとしています。もともとイギリスとイタリア、スウェーデンを加えた3カ国でテンペスト計画と呼んでいた次世代戦闘機開発計画を推進していた経緯がありました。実は日本のそちらへの参画を促していた経緯もあったのです。しかし前述のような状況が報じられていた当時、日本の次世代戦闘機開発の本命は従来通りアメリカと同国企業との共同開発と考えられていましたから、テンペスト計画へ日本が合流するということはあくまでも一つの可能性という見方が大半でした。実際次世代戦闘機開発は日本が主導権を発揮していっていくと唱えられていたものの、純然たる国産化で実現できない現実を見据えて、アメリカのロッキード・マーチン社を技術支援先企業とする方向が有力視されていたのです。日本の次世代戦闘機は、F2 戦闘機の後継機と位置づけられていて、これは、空自が運用している日米共同開発によって生み出された機体です。これは、2035年に退役開始が予定されているので、それまでの配備がマスト条件となっていました。アメリカ側は、日本の希望する次世代戦闘機配備期間を考慮し、ロッキード・マーチン社が手掛けた F2 にラプターと F35 ライトニング2という2機の第5世代戦闘機の折衷案を提示したと言われています。しかし、どちらにしても、アメリカ側の提案は、現行の第5世代戦闘機の延長線上にあるわけですから、日本側は難色を示しました。可能ならば、アメリカが、開発中のいわゆる第6世代戦闘機 NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスの機能を求めていたのです。航空自衛隊で運用中の F2 戦闘機はおよそ90機で、その代替機となる次世代戦闘機の収益の時期は、前述の通り、2035年を目標としていたのですが、この時期は、アメリカの NGAD とは、大きな隔たりがありました。アメリカの NGAD は、テスト飛行をすでに終えていると、当時の空軍次回補がコメントしたこともありましたが、現状での実戦配備は、早くても2040年代ではないかと推測されています。日本の予定より遅いですね。そのため、アメリカ側としては、F2 戦闘機を同数で代替すると仮定した場合、およそ90機程度の生産数しかない日本の次世代戦闘機開発に、NGAD を関与させるメリットは薄いと判断したと思われます。そもそも、アメリカから見た場合、日本の次世代戦闘機の使用は、現行の第5世代戦闘機のアップデートで対応可能な範囲に止まり、NGAD が目指している第6世代戦闘機とは噛み合わない部分があったとも言われているのです。いずれにしても、日本とアメリカは、日本が必要な次世代戦闘機の使用、要件、性能について、
従来のような共同開発に互いにメリットが見出せないことが明白となったため、日本は別の選択肢を余儀なくされたというわけです。そこで浮上したのが、イギリスと傘下の BAE システムズ社で進められてきたテンペスト計画への合流でした。イギリスも現行の空軍の主力戦闘機ユーロファイタータイフーンの代替機を2035年から実戦配備する計画だったのです。次世代戦闘機の収益時期が2035年という、こうした一致が日本とイギリスとを急速に結びつけるポイントとなったことは容易に想像できますね。つまりスケジュールを中心とした共通点から相互にメリットが生じた結果なのでしょう。また日本とイギリスとは立地においても共通点が少なからずあります。両国とも島国で四方を海に囲まれているので、次世代戦闘機は仮想敵国の艦艇の接近阻止を目的とし、対艦兵装の充実を図りたいという点も一致していました。ただし現状の航空戦力を見た場合、日本とイギリスでは少し事情が異なっています。日本はいわゆる第5世代機の F-35 ライトニング 2A 型を現時点で105機程度調達し、主力として運用する方向に動いています。対してイギリスは F-35 ライトニング2の A 型の調達はせず、あくまでも現行の主力戦闘機は第4世代機のユーロファイタータイフーンなので、戦闘機の近代化を進める必要度は日本よりも高いと思われるのです。ユーロファイタータイフーン派、イギリス、ドイツ、イタリア、スペインのヨーロッパの4カ国が共同開発した機体ですが、イギリスは160機、イタリアも96機を調達していて、空軍の主力戦闘機になっています。ちなみにイギリスは F-35 ライトニングにはクイーンエリザベス級航空母艦の艦載機として B 型のみを予算上48機調達している最中で、日本のように A 型の調達はしていません。イタリアの場合、空軍が A 型を60機、B 型を15機、海軍は B 型を15機調達する計画ですが、予算が許せ、バ B 型の調達数を空軍40機、海軍62機まで引き上げる可能性もあるそうですから、そうなったら日本以上の保有数になる可能性が出てきます。このように俯瞰してみると、国の経済的規模を考えると、失礼ながら、イタリアは、ユーロファイタータイフーン、F-35 ライトニングにともに、割と多くの数を調達、配備しようと考えているように感じられます。逆に、イギリスは、いわゆる第5世代戦闘機として、F-35 ライトニング 2A 型を調達する予定がないので、今後の航空戦力強化を考慮すると、日本とイタリアとの GCAP での有人機開発に重点を置いていることは間違いないと思われます。テンペスト計画発足時点では、イギリスとイタリアに加えてスウェーデンも加わっていましたが、スウェーデンは、この計画で生み出される戦闘機を調達することまでは決めてはいなくて、開発を通して得られる技術習得を最大目標にしていたとみられています。しかし、スウェーデンは2022年2月に正式したロシア・ウクライナ戦争の余波で NATO への加盟を申請する状況に追い込まれました。トルコの反対で遅延はしましたが、加盟の合意は大筋で得ていますから、間もなく実現する模様です。この動きと並行して、スウェーデンがGCAP にも正式に参画する可能性が示唆されていますが、今のところ目立った動きは報じられてはいません。2023年8月には新しい動きがあったようです。中東のサウジアラビアが GCAP に参画を希望していると報道されたのです。これには日本が難色を示しているとみられているようです。イギリスとイタリアは日本とは異なり、莫大な資金力を持つサウジアラビアの参画を前向きに捉えているという情報もありましたが、イタリア側で GCAP の主管企業であるレオナルド社はこうした見方を否定しているそうです。このため現時点では GCAP へのサウジアラビアの参画も不透明です。試験ですが、オイルダラーを背景にする金持ち国には完成品を購入してもらう程度の関与に止めてもらいたいと感じます。サウジアラビアは中東の大国ですから、影響力も大きいですからね。
尖閣諸島をめぐる日本と中国の緊張も高まっており、中国海警局の船舶が常態化した形で侵入、海上自衛隊も航空機から監視境界乗り出したとの情報をキャッチしました。今回は尖閣警護強化で海上保安庁が海強に負けてはならないわけを詳しく見ていきます。日本は実効支配で強化するべきとの声が多くあります。増税メガネは意外に動き出すかもしれない。2024年に入ってから早くも1ヶ月が経過。2022年2月から続くロシア・ウクライナ戦争、2023年10月から開始されたイスラエル軍によるパレスチナ・ガザ地区を中心とする武装組織ハマスとの戦闘など、国際的な緊張状態が続いている。ガザ地区におけるイスラエル軍の軍事行動は、イスラム武装組織ハマスの殲滅を目指す掃討戦の様相を呈しているが、中東全体の不安定化に飛び火し、アメリカやイギリスがイスラム武装組織の拠点を空爆するなど、拡大の兆しを見せている。かたやロシア・ウクライナ戦争では、ロシア軍が東部を中心にじわじわと、しかし確実に支配地域の拡大を進めており、ウクライナ側にとっては、なんとか防衛線を構築して侵食を防ぐしかないという、劣勢な状況に追い込まれた感が拭えない。こうした世界的な紛争の激化の陰に隠れる形ではあるが、日本と中国との間では、尖閣諸島をめぐる情勢が一段と緊迫化しており、いかにして、中国側のこれ以上の浸透を食い止めるのかという問題に直面している。この2024年2月8日には、尖閣諸島の沖合の排他的経済水域において、中国海警備局所属の船舶が近年の通例ともいえる4隻1セットで航行していることが、警備に当たっている海上保安庁の第11管区海所保安本部の報告で判明した。このような尖閣諸島周辺海域における中国海警局の船舶の侵入はもはや常態化されてしまっているが、昨年2023年はこうした中国側の公船の出没は過去最多の352日を記録、ほぼ毎日のように行われていることが浮き彫りとなった。こうした中国海警局の船舶の行動は、昨年2023年11月末に同国トップの習近平主席が尖閣諸島の所在する東シナ海を管轄エリアとする同局司令部を訪問、直接的に対応強化の指示を与えたことが大きいとめされている。ここでは、尖閣諸島を中国の領有だと対外的に示すための方策として、中国海警局の船舶を恒常的に周辺海域へ派遣すること、周辺海域で漁業を行う日本の漁船に対する排除行動を強化することが打ち出されたことが確認されている。日本側としては、尖閣諸島は自国の固有の領土であるという立場を崩してはいないが、中国側は、なし崩し的に、その領有を既成事実化する行いを強化しているといえ、中国海警局の船舶を用いた実力行使を推進しているといえよう。こうした尖閣諸島周辺海域における中国政府の政治的な意向を反映した中国海警局の船舶の行動は、2012年に日本政府が同諸島の一部を国有化して以後、年々激しさを増しているが、さらにエスカレートする事態も発生している。それは、今年2024年に入って、以後、中国海警局の船舶が、尖閣諸島周辺の日本の領空内を飛行する海上自衛隊の航空機への対処も開始したという事実であり、自国領への領空侵犯の防止のため、無線通信による警告を発し始めたというものだ。これまでは、尖閣諸島周辺海域内の日本の領空について、中国海軍の一部の艦艇が、海上自衛隊の航空機に向けて同様の警告を発した事例はあったが、中国海警局の船舶がこうした行動を起こしたのは今年が初めてのことである。こうした中国海警局の船舶からの無線を通じた海上自衛隊の航空機への警告は、明らかに従来以上に尖閣諸島の領有化を既成事実化しようと中国政府が企図していることの表れであり、対応のレベルを引き上げたと解釈すべき事態である。日本政府としては、
こうした中国側、中国海警局の船舶の行動を決して容認できないとの姿勢を示し、その意図を外交を通して抗議として申し入れは行ったものの、公的に対外的な発表などは未だ自粛している形である。中国政府側のこうした行動は、南シナ海におけるスプラトリー諸島などにおいても、台湾、ベトナム、フィリピン、マレーシア、ブルネー島の周辺国との間で繰り返されてきた手法と酷似していると見るべきだろう。中国政府は、急激に発展を遂げた経済力と、それに裏打ちされた軍事力を背景に、実に、南シナ海の8割もの海域やそこに点在する島々や干渉を、自国領だと一方的に主張しており、その支配の確立を着々と進めている。こうした中国側の一方的な主張に対抗するべく、フィリピンは、オランダのハーグにある常設仲裁裁判所に訴えを起こし、2016年7月には、同所から、中国側の主張には、国際法上の法的根拠はなく、国際法違反だとの見解が示された。しかし、中国政府側は、こうした常設仲裁裁判所の下した裁決について、何ら拘束力を伴わない無効なものであると一方的に宣言し、従って中国はその内容を受け入れず、認めずとする声明を発して、実効支配を粛々と進めている。この例からも明らかなように、現在の国際法は何ら強制力を伴うものではなく、いわば紳士協定にも近しいものであり、大国が自身の考えを曲げるような結果となることは、非常に残念ながら期待できないものとなっている。そうした現実があるからこそ、アメリカ海軍は、南シナ海においても、航行の自由作戦と呼ぶ自軍艦艇の通行を不定期に実施して、中国側の動きを牽制しており、中国の領有既成事実化を妨害する行動を見せている。第二次世界大戦後に、今の国際連合が設置され、その建前上は、武力行使による現状変更は許されないとする意見が存在はするものの、その賛同者は多くの場合、いわゆる西側に近い国々に限定され、強制力は持ち合わせていない。もっと言うならば、2003年にアメリカやイギリスを中心として行われたイラク戦争においても、国連決議としては、その実施を容認してはおらず、ロシアや中国等の国々にとって、自国の在り方を正当化する言い訳にすら使用されている感が強い。残念ながら、このイラク戦争におけるアメリカ・イギリスの行動は、確かに開戦理由とされた大量破壊兵器の保有をイラクが実際には行っていなかったことからも、戦後は多くの西側の人々からも誤情報に基づく誤った行動だったと考えられている。この自責が今の中国やロシアの在り方について、アメリカをはじめとする西側諸国にも大きな誤謬があり、彼らに自国の主張を正当化させる一因となっていることは非常に由々しき事態だと認識しておく必要があるだろう。翻って尖閣諸島をめぐる日本と中国との間の対立についてであるが、最前線で対峙する前者の海上保安庁と後者の中国海警局とでは、すでに保有する船舶数で、日本は半数以下と劣勢で、残念ながら、その差は今後も拡大すると思われる。また、中国海警局の船舶が、中国海軍の艦艇の譲渡を受けて、実に 76mm もの口径の主砲をそのまま搭載する船舶すらあることに比して、海上保安庁の船舶は、最大でも 30mm から 40mm の機関砲の搭載に止まり、単純な火力での対抗はもはや期待できない。そもそも、太平洋戦争後に韓国に実効支配されてしまった竹島や、ロシアに同様に占拠された北方四島の例を引くまでもなく、一度他国に武力占拠されてしまえば、今の日本に、それを実力で奪還する行動を起こすことは困難だろう。したがって、尖閣諸島についても中国側に実効支配させないように事前の対処をしておくしか方策はなく、一時的に中国側を刺激するかもしれないが、公的機関が常駐する設備を設けておく必要があるのではないかと個人的には感じてしまう。尖閣諸島の問題は、勝手の日本が田中政権時代に
中国側のタン小平との間で棚上げをしてきた政治問題のツケがここに来て浮上した形だが、今一度政治の明確な対応が求められる段階に来たと言うべきなのだろう。